住まいお疲れ様でした。どうも全力推し活マンです。よろしくお願いします。今回はですね、キスマイフット2について話していきたいと思います。まずね、キスマイの皆さん、ツアー感想お疲れ様でしたね。え、本当にね、感動を与えてねくれました。でね、今回のツアーね、まあ、最終公演ね、ツアーオーラスがちょっと二階堂さんね、体調不良で欠席というねことだったんですけれどもね、二階堂さんもね、もちろんね、メンバーの皆さんね、しっかりね、疲れをね癒してほしいなというふうにね思いますね。でちょっとね、今回ツアーのことをね話していきたいなというふうに思うんですけれども、あ、すいません、ちょっとね、まずツアーオーラスですね、自分はね参加したわけではないんですが、ちょっとネットのね情報を見ると、すごいね愛のあふれた公演になったようですよね。まず、最終公演ね、開演前にね、二階堂さん以外のね5人のメンバーが登場しましてね、二階堂さんが欠席する旨ね直接ね報告があったようですね。あとでね、6人の姿がね見られないというのは残念ではあるんですが、ファンの皆さんね本当に優しくて、ペンライトをね緑色にして、キスマイのねみんなにねエールを送っていたようなんですね。払い戻しとかね、そういう選択肢はあった中でもね、ちゃんと座席も、ね、しっかり埋まってたようですね。まあ、二階堂さんその前日のね公演が非常にね辛そうだったっていうねレポをねたくさん見かけて、まあ、そんなね辛い中でもねメンバーが支えながらね前日はね乗り越えたわけなんですけれどもね、まあ、大事を取ってということで、まあ、これね本当にメンバーね、二階堂さんもねそんなにね背負わないでほしいなというふうに、ね、思いますね。誰でもね体調不良になることはありますしね、まあ、してやねそういったねプレッシャーもかかる、疲労もね蓄積している中でね、こうやってみんなのためにねパフォーマンスをしてくれているっていうね、まあ、そこはね本当にしっかり、ね、休んでいただいて、またね次のね会える機会をね楽しみにしたいなというふうにね思いますね。で今回のツアーね、ちょっともう終わったんでセットリストとかね振り返っていきたいんですけれどもね、まあ本当に神セトリっていうね感じですね。演出も本当最高で、これはね本当にメンバーね、もちろん二階堂さんねありがとうございますっていうね感じでしたね。特にねこのセットリストね注目なのが後半のね攻めのセトリなんですよ。リセットっていうね曲ね、すごいね浸ってすごい素敵だねライブだなって思ってたら、それ終わってねその次の曲からが怒涛の攻めのね楽曲が続きます。 B サイドね、宮田さんのプロデュース、 B サイドから始まりね、ネイキッド、カタパルト、ファイアービート、グラビティ、テイクオーバー、ワニワニということでね、ワニワニはねもうドッカンドッカンね特攻祭りになってましたけれどもね、いやーこれはね本当にすごかったですね。まあこれをね楽しみに来てる部分はあるんですけれどもね、まあ、テイクオーバーがね入れてくるっていうのがすごい個人的には激アツで、本当これね会場みんなでね声出してね騒いだ記憶がねありますね。でワニワニもね、まあ、以前からねタモリさんの特攻曲としてねワニワニをねプロデュースっていう風にね言ってましたけれどもね、まあ想定外というかね予想を超えるねパフォーマンスでしたね。でツアー始まったばかりの時かな、ワイドショーでも結構ねそのライブの様子ね放送されてて、ワニマリのねパフォーマンスの様子もね放送されてましたけれども、まあ炎がね似合うグループだなっていうのをね改めて感じましたね。で最終公演ねダブルアンコールがあったようで、そこねラグドワンがね来たみたいですね。ちょっと意外だなっていうふうにね個人的には思いましたね。結構例年ねダブルアンコールはすごいしっとりしたね楽曲が披露されてるねイメージはあるんですけれどもね、まあ、今回ねゲームの世界観ということで、本当にねゲームクリアピースフルなね感じでライブがね終わったということですね。いやー本当に楽しかったですね。まああっという間ですね。言うても、まあ、今回7公演ですか全部で。2024年のね後半戦ね、どういった活動があるのかっていうのが非常に楽しみですね。なんかヤミーの時はねエクストラヤミーという形でね冬コンがありましたけれどもね、今年ね期待したい部分ありますね。まあ、これからのね発表にね期待したいなというふうに、ね、思いますね。新曲ねおそらく来るんじゃないかな。タモリさん出演ドラマの楽曲がねありそうですけれどもね、ちょっと期待したいなというふうに
思います。そしてね、もう一つね、今回話させていただきたいんですけれどもね、めっちゃテンション上がったね、情報が解禁されました。なんとね、藤ヶ谷太輔さん、誰かと中居に出演というね、ことがね、まあ、解禁されましたね。まあ、誰かと中居、ね、皆さんね、ご存知かと思うんですけれども、中居正広さんがね、出演されている番組で、そちらにね、9月22日のね、放送、ね、そちらに藤ヶ谷太輔さんが出演します。いやー、これはね、本当に嬉しいですね。スマップさんとね、キスマイのね、絡みっていうのは本当ね、大好きで、今回はね、中居さんと藤ヶ谷さんということで、ゲストの藤ヶ谷さんとあと内田有紀さんがね、出演されるということでね、まあどういったトークが繰り広げられるのかっていうのはね、注目ですね。まあ、いじられるんだろうな、藤ヶ谷さんね。ちょっとね、まあそういうのね、楽しみにしたいなというふうにね、思いますね。いや、本当に呼んでくださってありがとうございますというね、ところですね。なかなかね、中居さんとキスマイの絡みっていうのはね、見れる機会がね、そんな多くなくて、まあ音楽の日くらいかな、年一くらいかなっていうところではあったんですけれどもね、まあこうやってね、バラエティに呼んでいただけたっていうことはね、ありがたいですね。なんならね、もうグループみんなでね、出演して歌唱パフォーマンスとかもね、見てみたいなっていうね、気持ちはあるんですけれどもね、まあこれからのね、さらなる共演に期待したいなっていうふうに思います。ということで、今回ね、まあツアーのことと、藤ヶ谷さんのね、誰かと仲良い出演についてということで話させていただきました。まあまだまだね、ツアー終わってね、まあ一段落、ファンの皆様ね、一段落したところかもしれないんですけれどもね、まあ2024年後半のね、キスマイの活動に注目したいなというふうに思います。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。